教えて知事さんの時間です中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺うこの番組愛の国笑顔あふれる愛媛県の実現に向けた様々な施策や取り組みについて分かりやすくお話しいただくとともに視聴者の皆さんからの質問にも答えていただきます中村知事よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますまず今回お話しいただく、ええ、テーマなんですが、はい、まずはこちらをご覧ください、はい これは愛媛県が作った愛媛ものづくり企業スゴ技データベースです。県内のさまざまなすごい技術を持った企業113社が掲載されています。さて知事、はい、どうしてこのスゴ技データベースを構築しようと思われたんですか。はい、あの、実はこれはあの、私の公約にも掲げてあった。はい、事業でしてね。の前々から、あの、ま松山市長時代には、あ、三次産業中心の。 エリアですからその組み立てでいろんなアイデアをこう出してたんですけども愛媛県全体になりますとこれはあのご案内のとおり東洋中洋南洋というエリアがあって東洋は主力産業が二次産業ものづくりで中洋は今申し上げたように商業都市としての三次産業が中心そして南洋は一次産業が中心になってますよね。はい、で特ににに東洋地域にはあ海沿いに 工場が集積してまして、えーまあ、それぞれ四国中央市にしろ新居浜市にしろ西条市にしろ今治市にしろエリアごとにですねその主力産業だけではなくてその下にはその産業を支え続けてきた技術力のある中小企業がたくさんあるわけですよね。はい、ところが今言ったようなエリアの縦割り それから業種の縦割りで、えー、その世界からその中小企業の技術というのは外にあまり出てないんです、はい、でもこの技術はひょっとしたら別の産業にも使えるかもしれないしそんな技術だったらぜひ使ってみたいっていう企業が県外にもたくさんあるかもしれないとだからそういう,こう技術の、えー、まあ地域あるいは業種を超えた、えー、PR 情報発信をすることによって、えー、新たなビジネスチャンスを 後押ししようううとというふうなここからこの際愛媛県のにあるものづくりの中小企業を中心とした技術のデータベースを作ってそして僕が先頭に立って売り込んでいくと、はい、いわばその総合ものづくりメーカー株式会社愛媛のセールスマンになろうとしかも無料でやろうというふうなことでね えーまあ、補助エンジン的な役割ですけどもそういう商談のきっかけを作るような形に持ち込めればなという思いを込めて、えー、作業を進めてきた事業です。はいそして完成したこのスゴ技データベースなんですが、はいはい、愛媛県の産業集積についてもう少し詳しく教えていただけますか、はいあのまあ、皆さんも大体なんとなく分かっていらっしゃると思うんですけどね数字も出てるんですけども。<laughs> 例えばこのさっきの四国中央市、ここはもなんといっても紙パルプですよね、はいえー、一つの市のレベルではですね製紙と紙加工品の正常出荷額は全国で1位なんですよ全国で1位ってやっぱりすごいですよね、えー、だからそれだけ、ねあのー、紙産業のあるいはパルプ産業の歴史が深く刻まれて高い技術力を誇って今日に至っていると。 はい、で隣の新居浜市はなんといっても住友発祥の地なんですね、はいえー、かつてはもう何百年前ですけどもここの銅山、えー、の開発が、まあ、住友の基礎になったわけで例えばその住友のグループでもいろんな会社がありますけれども、えー、その鉱山から出る硫黄を、ね、処理するために生まれたのが化学会社。 で、そこから出てくる鉱山を運ぶために生まれたのが重機の会社。はい、ここで発祥になってるんですよ。なるほど。で、そこを支えてきた中小企業群がやっぱりあるんですね。はい。それから、お隣のこの西条市になると、これはあの、鉄関係のね。最新技術を持った会社があったり、あるいはシステム L. S. I. の、製造に取り組んでいる会社があったり。ええ、それから液晶変更フィルム。 これはもう最先端ですよね、はい、これを作っている会社があったり、ですね <laughs>、はい、最先端工場が、ボボンボンとあるわけですよそうなんですか、はいはい、それからなんといってもあの今治はタオルと造船、はい、でタオルは今、日本の生産の6割ですから、<割>はい、造船もあ,の、まあ他にもありますけども、ここが造船ナンバーワンのエリアになってまして、えー、日本の造船のシェア16、16%ぐらい持っていると思います。まあこれだけ あるんですね、はい、でまた中与にもですね実はあの東洋みたいに集積度は低いけれども例えば今空を飛ぶ最新機種といえば、えー、787という、はいえー、飛行機ですけども、えええー、この素材は炭素繊維使ってますけども、えー、まさにこの中与の工場で作られてるそうなんですかはいそれからあの台湾にある世界最大の自転車メーカーの、えー、フレームこれ炭素繊維ですけどこれも 愛媛の工場で作られているんですね。えーはい、でその他にもアラミド繊維を作っている会社、トップシェアを持っている会社があったり、それから大手のあの日本最大のボイラーメーカーがあったりですね。はい、まあ大したもんだなと思いますけどね。はい。改めて伺いますとすごいですね。ねうん、ここに書いてある通りですね。はい。えー、まあ大雑把に言えばあの製,製,製造品の出荷額はい。今四国中央市で約六千百億円ですよね。はい。 で新居浜市が約5,500億円で西条市は約6,800億円、はい、今治市は約9,200億円松山市が3,600億円ですから、はい、50万人の松山よりも10万人ずぐらいの市の方が、はい、工業種価格は大きいんですよす、はい、でちなみに大隣の高知県は全県で4,900億円ですから全県高知県よりもそれぞれの市の方が 大きいんですすごいですね、この数字を見ただけでも、どれだけすごいかっていうのがう、ね、ええ、よくわかりますね、ええ、ただこれが今言ったように、縦割りになってたわけですよ。それをこう横もつなげていこうという。ええええ、で、業種の中に閉じ込められてたわけです、はい、それれを外に出すそれが狙いです あの私もこのスゴワザデータベース拝見したんですが、スゴワザデータベースと入れて検索したらもうすぐにヒットしたんですが、すねはい、これも見てると楽しいですね。すねこんなすごい企業があるんだと見ててすごく楽しかったんですが、ねね、あのどんな企業があるかいくつかご紹介、ね、いただけるでしょうかうん。例えばそうだなあのじゃ東洋で面白いなと思ったのは。 まあさっき言ったように化学繊維を作ってる会社がいろいろありますから、はい、その繊維を組み合わせることによっていろんな用途に対応できるっていうことに目をつけられた方がいてえその繊維の組み合わせからえ日本中の工場や作業現場で使う防護服え例えばまあ一番強烈なのはチェーンソーなんかでも耐えられる防護服とかね、はい、そういうのをこう手作りでオーダーメイドで作って。 日本のシェアをほとんど持っってる会社があたたりですねね、はい、これは驚きました、ねえー、それから南洋の方に行くとですねまあ誰しも女性なんかが使うコットンとか、はい、ガーゼとかだし麺それの元ってさらし綿なんですけども、はい、これの日本のさらし綿の7割ぐらい持ってるんじゃないかなほと,シェアほとんど持ってると思いますけど、はい、それを作っている工場があったりですね、はい、それから中与ではですねあのタオルとか繊維の 工場なんかではこう、高速でこう。細いものを回しますよね。そうすると、こう。機械で回すと、こう、ぶれていくんですよ。はい、で必ず必要なのが、この蛇行修正機なんですけど。これも、ほとんど日本の、あのー、そういった工場には。その中庸の会社の蛇行修正機がつけられてて。はい。だから、あの、メーカーの人は知ってるわけです。ええ。この会社なんか、営業マンがいないんです。あ<っ>。何もしなくても、注文ないって,って。はい。<laughs> <laughs> そんな会社もあるんです必要とされてるんですね,ねはいそれから最先端でいけばなんと言ってもハヤブサハヤブサですか、ね、はいハヤブサ入ってきましたよねはいハヤブサの製造に関わったあ、いろんな細かい技術で、えー、提供した会社が県内に三社ありますハヤブサに関わっている、はい、その技術がなければハヤブサは成功しなかったという、はい、すごいですね,ね それ以外にもです、ね、例えばパーティーで使うクラッカー、えー、これの日本のシェアをほとんど持っている会社があったりあるいはその日本で一番、うん、店舗数持っているハンバーガー屋さんで西日本、えーまあ、もっと言えば名古屋から西は全部愛媛の工場でその肉は作られてたりですね、はい、まあすごい会社あるんだなと。 改めて僕も思いましたね。そうですよね。ね本当に聞けば聞くほどすごいお話なんですが、ここですね。あの、はい、視聴者の方から届いたこのスゴワザデータベースに関する、はい、質問なんですが、はいはい、新浜市在住の58歳の男性の方です。はいはい、スゴワザ企業をもっといろいろな方法で売り込んでほしい。うん、これはまあ質問というか要望と,、はい、というところですかね。うん、この売り込みということに関してはどうでしょうか。はい、あのただですね、ちょっと気になるのは。 あくまでも主役というのは企業なんです、はい、で、えー、行政は補助エンジンなんですね、えー、それはしっかりやりますでもメインエンジンは企業ですから、うんはい、やっぱり行政よっかかり型、はい、の意識になるとこういったものはうまくいきませんはい。だから我々自信持ったものを作って外に出るからちょっと県は少しサポートして、ね、ししてしほしいとこういう関係が一番ベストなんですよはい。だから あのその中で自分の描いている、まあ、今までの経験で今とりあえず取り組んでいるのは、まあ、かつて僕は商社マンでしたんですねでそのネットワークがあるのとたまたまいろんな商社の えー、ちょうどいいポジションに同期生なんかも生まれ始めてるんで、はい、そういうツテを頼りながら、今あの総合商社から攻め込みを始めています。はい、で、もうすでに三社行ってきましたけれども、はい、さすがあの総合商社だなと思ったのはどこへ行っても、僕が行く前にこのスワードデータベースの分析し終わったんですよ。は,はい。で、大体平均値を取るとですね、百十三社のうち、えー、まあ。 15社から20社程度はすでに取引がありましたでさらに15社から20社関心がありますとで部局ごとに下ろしてくれて分析を終わってましたんで,、はい、で今度の,あのやり方っていうのはじゃあせっかくだから愛媛県がコーディネートしてあの呼びかけてね、えーまあ、愛媛県がサポートする商談会みたいなまで持ち込もうかなと思ってます。 メインエンジンが頑張ると、はい、いうことになると思うんですが、まあ、そんなお手伝いができるかなというふうに思ってます。で、まずは総合商社を垣根にしました。けれども、今度はそのもう少し商社っていうのは何でも扱ってるわけですよね。のラーメンからあのロケットまで、はい、えー、ゆりかごから墓場までと言われた。世界なんで <laughs> 何でも扱ってるんですが、今度はそのこのデータベースを分析してあの？ この技術のカテゴリーを採用する可能性がある大きな企業に目をつけて、そこにまた僕が突っ込んでいきます。はい。え、それをずっと繰り返していきますあ,あそこからこどんどん広がっていくそうです、ね、っていうところですよね、はいえー。だからもう愛媛県のために、まあ自分の持っているネットワークとか、それからあの商社マンで培ったそういう、えー、まあやり方とか、これはもうあの無償でどんどん適用するぞと。 そうかわり皆さんも頑張ってビジネスにつなげて利益を上げて税金を納めていただきたらどんどんこう愛媛県の発展にもつながっていくということ、はいはい、ですねこのスご技データベースって本当にすごい可能性を秘めてるものですよね。と思うんですけどね。あのまあ、それだけ歴史があるということで たたまたまそれがあのもうそのままそれぞれがという形になっていたのを、まあ、非常に今、円高でものづくり厳しいんです、コスト的には。でも技術力は、ね、まだまだ負けてないですし、えー、その海外の、まあ、競争相手もです、ね、今、分析すると急速に人件費が上昇してきてますから、えー、再びここが踏ん張りどころだとだから踏ん張りどころだからこそ下向いて閉じ込まらないで。うん 可能性を信じて外に打って出ようというぐらいの気力が必要なんじゃないかなというふうに思いますねはい、はいえ。今回はスゴ技データベースについてお話しいただきました本当にこのスゴ技データベースで愛媛のすごい技術がどんどん羽ばたいていってほしいですね、うんうん、そうですねはい。はい、中村知事どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたこの番組では 皆さんから知事への質問を募集しています3月放送のテーマは愛媛県農林水産物の消費拡大についてを予定していますはがきまたはメールで地産地消のまるを聞いてみたいなどの知事への質問住所氏名年齢性別連絡先をご記入の上1月末までに愛媛 CATV へ送ってください番組で採用させていただいた方には愛媛県イメージアップキャラクターミキゃンのグッズをプレゼントいたします なおいただいた個人情報は適切に取り扱いいたします。